はいどうも皆さんこんにちは、生物観察の鬼です。では私が飼ってるクロオアリの巣です。暑いせいなのか夏になってからやたら活動が不活発になってしまいました。いつも昆虫ゼリーとかゴキブリを与えてるんですけれども、今回はいつもと違うものを与えましょう。私最近昆虫採集用に山を買ったんですよ。一人用の山なので当然虫が取れます。私は山で取れた虫さんたちをアリさんたちに与えようと思います。というわけでちょっと行ってきますわ。ちょっとっつっても車で3時間ぐらいかかるんですけどね。行ってきます。夕方でもうすぐ暗くなってクマとか出てくるんで、あんまり長いもできないんですけれども、うちの山のサチをペットのアリさんたちに与えていこうと思う。という草が茂ってるところになんか虫さんいますからね、適当に捕まえていきましょう。はい、入っとる。これはツマグロオオヨコバエです。アメムシやセミの仲間ですね。貴重な食料だ。この葉っぱになんかおるな。やろう。ほっ、あ、おったよな。モクモクもハエトリグモの仲間がおる。これはハエトリグモの仲間ですね。あー、痛い痛い、噛まれた噛まれた。クモは栄養たっぷりで、うちの高橋さんも喜んで食べてくれたんで、アリさんたちも多分喜んでくれます。なんかちっちゃいガがいたんで捕らえました。もしかしたらクモに食べられてしまうかもしれませんが、クモに食べられたところでそのクモもアリさんの餌になるので、アリさんに行き渡る栄養の量は変わらないはずです。それが質量保存の法則ですね。この茂みマムシおるからね、気をつけないかんぞ。これはサワグルミの木だな。クルミは虫つきやすいんで。うい、緑のクモが。これはカナヘビも喜んで食べたクモなんで、アリさんにも与えましょう。縛ったもおるね。これも食料だ。カメムシの幼虫かな、これ。カメムシは臭そうなんで逃がしてあげよう。またツマグロオオヨコバイ。はい、ツユムシ取れました。これはいい餌ですよ。やば、めっちゃでかいトノサマガエルおった。お、結構結構やってる。かわいいね。ビの餌にしてもいいけども。見逃してやるか。山のカエルやからな。元気でな。この山におるってことは俺のペットみたいなもんやから。ペットみたいなもんやから名前つけたろか。あの名前は太郎や。元気でな、太郎。うわ、臭そうなカメムシ。これは見逃そう。な、寄生鉢かな。こいつは餌にしようか。寄生鉢はお持ち帰りしよう。やっぱ自分の山あるといいね。今から資源取り放題よ。これカナヘビがいますよ。かわいいでちゅね。トリグモの仲間が取れましたよ。待て待て待て、もう餌にしよう。こういうちっちゃい獲物の方がいいんですよね。実はアリさんもね、ちっちゃい獲物の方がバラしやすいんで、アリさん的にもこういうの嬉しいはずです。あげよう。で、でかっ。さすがにちょっとでかすぎるかな。でかすぎてバラすの大変そうだな。これは見逃してあげようか。なんかゲボ吐いとるし。わかったわかった。ナフじゃ今回は見逃したらな。なんかガガおった。でかいでかいガガおった。待て待て待て、いいガガ。あー、これ歯車ともえかな。これは大きすぎるね。見逃してあげよう。一気にたくさん入れすぎても消費しきれないんでね、今のところはこれぐらいで勘弁しておいてあげましょう。帰ります。虫さんたち持ち帰ってからしばらく冷蔵庫に入れてたんで死んじゃったやつもいますけれども、問題ありません。っていうか死んでる方がいいんですよ。来て暴れられるとアリさんたちが食料にするのに苦労しますからね。では私の神聖な山の恵みを与えます。やばい、ツマグロオオヨコバエが逃げる。逃げるだ。出しとこうか。もうまだ生きてますね。あれさ、どうするんだ。お、ツユムシに興味を示してます。やっぱ大きいのがいいのかな。いい獲物がいいんですか。クロオアリはツユムシ好きなんかな。ツユムシにめっちゃ興味示してます。ツユムシばっかりかじりに行きますね。あ、ガもやってますね。さすがにそのツユムシでかいからバラさな巣の中へ入らんど。最近本当にアリさんが不活発で全然出てこないんですよね、サバに。でも幼虫ちゃんは少しずつ大きくなってきてるので、ちゃんと餌は与えてるはずです。しばらく最低限の世話だけして、なるべくこの子たちを前に顔を出さないようにしてたんですけども、それでちょっと人間が嫌になっちゃったんでしょうか。この中にいっぱい働きアリがなんかぎっしり詰まってじっとしてるんですよ。あいらちょっと働きに出ろよ。働け？いいとか？あと働け？おー、横ばいが逃げた。あ、マグロオオヨコバエちょっと攻撃されてましたね。お、逃げた逃げた逃げた。すばしこいな。あの子めっちゃツユムシにかじりついてますね。首根っこ部分をかじってます。頭もぎ取りたいのかな。アリさん的にはツユムシが一番美味しそうに見えるんでしょうか、それとも一番でかいのからやっちゃおうっていうことなんでしょうか。明らかツユムシを狙うアリさんが多いですね。あ、あ、雲が襲われてます。あ、足が一本もぎ取られとる。あ、容赦なく襲いかかりますね、アリさん。あ、2匹がかりだった。え、雲も死んだ。早ない？という間に制圧されました。死んだふりをしているのか、それと、あ、まだ生きとるね。死んだふりしただけやな。あ、でかい働きアリも来た。ついのが、あー、引っ張っとる引っ張っとる。巣の中持っていくのかな。うわーうわ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 、あえて持っていこうとしてます。するんや。どこに持っていくんだ。ハエトリグモの仲間ですね。ハエトリグモちゃんかわいそうに。おお、巣の中に運び込もうとしているのか、闇の中に消えるのか。マグロオオヨコバエも襲われてますが、あー、アリさん話しちゃったね。でも襲われとる。この雲どうするの。闇の中に引き込むのか。どうするんだ。横ばいもう落ちた。死んじゃった。あ、足が一本もげとる。ほら、あそこに切断された横ばいの足が一本落ちてます。あー、えぐ。お、雲が引きずり込まれる。あー、雲が、雲
雲が闇に飲まれていきます。あーもうすぐ巣の中入るぞ。あー雲が込まれてこないぞ。小林もしかしてもう死んだってしもたやろか。あーまだ生きとった。あーでもまた攻撃されとる。うわ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 、あー攻撃されとる。僕はまだ健在ですね。逃げようとしてます。仲間がアリに襲われとるというのにお前だけ逃げるのか。てい襲われとる襲われとる。遺産がつまぐる大横ばいの羽噛みつきました。おおまた逃げた。おしぶといだ。僕は逃げるのうまいっすね。おお攻撃されとる。いったか。でかい働きアリがめっちゃ噛みついてます。あーもう助からんなお前も。そして雲がまだキューブの途中で放置されてます。海にまだ飲まれていない。あつまぐる大横ばい逃げとる。終わったと思ったのに。そしてつゆ虫がかじられてます。やっぱアリさんはつゆ虫がいいんですね。つまぐる大横ばいよりも雲よりもつゆ虫がいいんだね君たちは。胸部をかじってますね。羽足を動かすための筋肉が詰まってますから、肉の多いところからやっちゃおうっていうことなんでしょうか。でかい働きアリがなんか引っ張っとるだ。あれは雲の残骸だな。死んでしまったクモちゃんを引っ張ろうとしてます。おついにこのクモも引きずり込まれるか。闇に飲まれるか。でかい働きアリが来とるが引きずり込まれる。闇に飲まれるか。引っ張られてる引っ張られてる。あ闇に飲まれていく。あー闇に飲まれてないまだ。そしてこちらではでかい働きアリがクモの残骸をかじってって、あ、放置した。ってくんかい。つまぐる大横ばいの方に浮気したぞ。あなたつまぐる大横ばい、襲われとる。元気な方が襲われとる。あーもう助からんかな。あー、義産注入されたな、今。あーついに、雲が、の中に、引きずり込まれてしまいましたね。ついに雲ちゃんが闇に飲まれてしまいました。さよなら。元気だったつまぐる大横ばいも、これはもう無理そう。振り返ってますね。まあ、まだ生きてるとは思いますけども。あ、こっちのつまぐる大横ばいもまたかじられとる。あー、ちょっと目を離した隙、アリさんが増えました。多分、巣の中に一旦戻ったアリさんがめっちゃ餌あるぞ言うて応援を呼んだんでしょう。そういえばつまぐる大横ばいが一匹消えてますね。どこ行ったんや。あ上におるわ。こいつしぶといな。まだ生きとんで。ほい。あーまた逃げようとしとる。逃げとる逃げとる逃げとる。逃げ切れるか。あーまた逃げた。しぶといなこいつ。ほんまにこいつしぶといけど。あーでももう助からんかな。さすがにもう助からんか。あー助かった。すごい。もう助からんかななんて言ったらいかんな。フラグやな。あでも追っかけてきとる。アリさんがでっかいアリが追っかけてきよる。かじられとるよ。めっちゃかじられとるよ。アリさんどないすんや。攻撃やめちゃった。アリさんが降りてきます。助かったなお前。できてまた攻撃されとる。深く逃げられたのに。もう助からんかな。さすがにもう助からへんやろ。こうと言ったらまた逃げる。あーひっくり返った。ひっくり返ったらお前やられ放題やぞ。もう助からんやろさすがに。襲われとる襲われとる。菅のつまぐる大横ばいもここまでか。もう一匹の方はすでに絶命してます。あーすごい。まだ逃げようとしとる。まだ逃げようとしとる。すごいなこいつ。こいつしぶといな。あいやもう落とさんといたるわ。あ闇に飲まれた雲が運び出されてきました。足が全部もがれとるから。あ一本だけついてるか。えぐー。残りの足は幼虫ちゃんたちの餌になってしまったようです。一旦逃げたつまぐる大横ばいも落ちましたね。これはもう助からんやろ。アリは獲物に蟻酸という毒を打ちますので、その蟻酸が回って落ちちゃったんでしょうね。相変わらずつゆ虫には何匹かアリさんが取り付いてますね。バラせるんかい。や応援呼んできた方がええんちゃうかなこれ。こんな少人数でバラせるか。栄養交換してますね。あ足もげた。もしかしてつゆ虫の足が一本もげたみたいですね。あれ後ろ足かな。筋肉詰まっとるから後ろ足がもげとるわ。5時間の運転で疲れて眠たんでとりあえず寝ます。さあたちしっかりバラすんやで。じゃあおやすみ。わっ高橋さん、どうも可愛いでちゅね。おやアリさんがなんかかけらを抱えてます。いやもしやつゆ虫から剥ぎ取ったものではないのか。うわつゆ虫の頭もげとるやん。なんか結構ボロボロになってない。意外とボロってない。あクモちゃんの腹部がもぎ取られてます。残酷。あつまぐる大横ばいの足が後ろ足一本覗いてなくなってますね。あ足もぎ取られとるやん。だところひしバッタはまだ無傷のようです。つゆ虫だけ異常に削り取られてます。うまいんかね。すこいのちとのつゆ虫の生首じゃね。つゆ虫の頭部が巣の中に搬入されてます。あれをちぎり取ってこっちのあの奥にいる幼虫ちゃんたちに与えるのかな。ほら白い幼虫ちゃんたちが見えてますね。かわいい。このアリさんもなんか緑のかけらを抱えてます。もうツユムシの一部かな。またツユムシかじっとる。ほんとツユムシ大人気やな。こんなにツユムシ好きならこれから俺の山行くために取ってきてあげようか。ツユムシどうしようか。ほんとにお引っ張っとるで。ツユムシの足をくわえて引っ張ってます。丸ごと巣の中に持ってきたいのかな。それに比べてヒシバッタはかじられた形跡がありません。同じ直視類でも全然売れ行きが違います。バッタは硬いですけどツユムシは結構柔らかいんで、それで肉を削り取りやすいから優先的にかじりつくんでしょうか。はい
見てくださいよ、8時間ぐらいでツユムシだけこんなにボロボロですわ。頭部と腹部が半分ぐらいなくなってます。ツユムシもっと取ってきてもよかったな。今度山行ったらツユムシいっぱい取ってきてあげましょう。しかし本当餌場に出てくるアリの数が少ねえよな。巣の中にうじゃうじゃいるんですけど、ほとんどの子はじっとしてるんですよ。ニートなんですよね。働けニート。わっ、高橋さん、どうも可愛いでてちゅね。ほとんどのアリさんたちはニートしてますけど、それでも虫さんたち結構バラバラになってきてますね。ツユムシもかなり肉が削り取られてきました。やっぱりヒシバッタはまだ結構原型残ってますね。あとツマグロオオヨコバイ、いつらどうやったら働くのかな。おい、働けニートども。どうしようもない。働かないアリを働かせる方法をご存知の方いらっしゃいましたら、コメント欄で教えてください。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。